おいすーケロヘンです。ニトロ様が実装されましたと、まあ内容盛りだくさんの4月25日のアップデート内容要点まとめましたので見ていきましょう。まずはこちら。はい、ということで、まあめちゃめちゃあると思うんですけども、まあ新クラスリトルサマナー追加と、で魔力刻印追加、討伐、まあ、これめちゃめちゃ便利、倍率と難易度上昇で、古代遺跡に AI マッチングシステム、パールショップいろいろ出ましたよ。あとは変更の追加コンテンツも結構あった、あのシャカトゥの神話確率増加とか、あと闇の精霊からの依頼、更新費用割引イベント終了とかいろいろありましたと、盛りだくさんの内容になっていますんで早速見ていきましょう。はい、これが、今回のアップデート内容になるんですけど、まずは、まあ、リトル様が追加されましたと。でこのクラスなんですけど、まあ、あの国老と戦うっていう特徴の他として、前職中ナンバーワンの機動力を誇るっていうクラスになっています。紹介動画と国老についてはすでに出していますんで、気になる方は概要欄から動画をチェックしてください。でまた今後この職業の詳しい PVP、PVE 性能だったりとかは動画として上げていきますんで、要チェックでよろしくお願いします。で次、魔力刻印ですね。でこれはこっちの方で説明しちゃった方が早いと思うんで説明しちゃいたいと思うんですけども、まあ、闇の精霊ポチからの魔力刻印ポチで、はい、こういう感じで、装備にオプションを付与できるっていうシステム、新しいシステムになります。強化システムになるんですけども、魔力の産物、これ以前のアップデート動画でも紹介したと思うんですけど、魔力の産物、アクセサリーを除いた唯一等級以上の装備アイテムをオーラ吸収、まあ、黒いオーラ吸収ですね、あれを通じて闇の精霊に吸収させるなどの方法で獲得できるというものになりますと。で、この装備につくオプションっていうのが部位によって決まってるんですよね。で武器だったら、まあ、攻撃力とか、まあ、こういうのがつけますよっていう感じなんですけども、おそらくユーザーさんが気になるっていうところは、戦闘力どこの部位で上げれるかっていうことだと思うんですけども、まあ、武器と補助武器、あと鎧っすねになりますと。ここで攻撃力防御力がつくっていう感じになりますと。他はまあ攻撃速度だったりとかクリティカル確率だったりとか、まあ、クリダメとかもつけれるのがありましたね。そういえば武器でクリダメが一応つけることができると、まあ、ただ、まあ、多くのユーザーは多分攻撃力の方つけますね。戦闘力を見るということでかなと思いますけど、一応クリダメもつけれるとこ増えましたよということになります。で、まあ、この魔力の産物ですけども、素材として魔力使う魔力の産物、神話はやっぱ、100個ですね。100個、伝説は60個必要ですよと。で凝縮された黒いオーラ、あれはオーラ吸収で食わせても魔力の産物っていうのは獲得できないんで、その辺はご注意って感じになります。次、討伐新機能追加されましたと。倍率っていうのと難易度上昇っていうのがついたんですけども、まあ、この倍率システムから説明すると、まあ、これはめちゃくちゃざっくり言うと古代遺跡、古代遺跡っぽいようなシステムが追加されたっていう感じなんですよ。っていうのも、古代遺跡って例えば一周倍率10とかにしたら石板一気に50枚消費したりとか、まあ、めちゃくちゃ要は10周分一気に回れると思うんですけど、ああいったもんが討伐の方にも追加されましたっていうことになります。で倍率なんですけど、倍率、討伐するボス知識の倍率っていうのはレベルが10上昇する、ボス知識のレベルが10上昇するにあたり設定できる倍率が1倍ずつ増えていくっていうものになるので、まあ、例えば、ボス知識が10超えている人は、倍率2設定できるようになりますよと。プラスで戦闘プラスを、買ってる人、使ってる人は5倍増えるんで合計7倍まで設定することができますという感じになります。であとは、
結構これ気になったのが報酬箱っていうのが報酬としてまあもらえるようになりますということになるんですけど、でこの報酬箱っていうのは中身ボス知識のレベルによって中身が変わったりとかする、まあ、要は得れる中身というか得れる報酬箱が変わるのか、まあ、書いてあるんですけども、ボス知識が1から4の場合はレッドノーズ報酬1で、5から9の場合はレッド報酬2ってなってるんですけど、これちょっと見ていきますか。では倍率設定できるようになってますよと。プラスでこれ討伐装備報酬、まあ、これが箱ですね、箱が得れるようになってますよと。これがまあボス知識の自身のボス知識のレベルによって内容が変わるっていう、まあ、高ければ3になるし低ければ1になるし、そういうことですね。であとは討伐の新機能として難易度上昇システムっていうのが出ましたよと。でこれは戦闘プラスを使用している際に使える繰り返し討伐の機能ありますよね、繰り返し機能、あれを利用しているときに一定難易度の討伐をクリアした際自動で次の難易度に討伐挑戦できるよっていうものになるんですけど、ただこれ、まあ、便利だなって思ったんですけど、推奨戦闘力が自分の戦闘力100、自分の戦闘力より100以上高くなった場合は難易度上昇設定が、自動で解除されると書いてあったんですよね。だからどっちかっていうと新規ユーザー向け、もしくは討伐全然やってねえっていう人向けのものになるんで、まあ普通にやってる人にはあんまし関係ないような機能になります。まあ新規の人にとってはいいかもという感じになります。はい、次は修練との説明したいと思うんですけども、まあ、これはもうめちゃめちゃ簡単に言うと、サブキャラ版のワールド採集みたいなノリ、同化門内のログインしていない状態の45レベル以上のキャラを最大3人まで修練の塔に入場させることで経験値もしくはまあ報酬アイテムとかを獲得できる、まあ新しいコンテンツですよというもの、派遣させておけば勝手に経験値と報酬アイテムをもらえて美味しいみたいなコンテンツになりますと。で、まあこの修練塔なんですけども、ここかキャラクターの戦闘力合計によって到達できる最大化が変わる、まあつまり、この書き方で言ったら、まあ、これを鵜呑みにするのであれば修練の塔用のサブキャラに求められるのは純粋な戦闘力のみってこと。だからスキルレベルとかクリティカルとかああいったものはいりませんよと、戦闘力だけになりますよと。で修練塔っていうのは1日1回ご利用できますよという感じなんで、まあ今日もう普通にできるんでちょっと試しにやってみようかなって思うんですけども、これが修練塔ですね。で、まあ、1回から30回まであるのかな、30回まであって、まあ、仮に30回まで到達できるのであれば毎日この量の報酬がもらえるわけなんで、まあ、めちゃめちゃ美味しいですよね、めちゃめちゃうまいコンテンツになります。まあ、僕はサブキャラ全然育ててないんで、とりあえずまあ、いることにいるんで自動選択ってやって修練開始送ると、これで派遣したことになってるんで、まあ、時間が経てば上登ってくれるような感じになります。で、まあ、あとは修練を行っているキャラクターでゲームにログインした場合、修練の塔は一時停止、まあ、修練なんていうんですかね、修練は一時停止状態になると、だから止まるってことですね、修練と止まる。他キャラログインできるけどログインしたら修練と登らなくなるよ、上登らなくなるよっていうことになります。で、修練と送るキャラクターですけども、これクラスによって追加戦闘力っていうのは獲得できる。でこの追加戦闘力っていうのは、同じクラス、例えばメインがウォーリア、サブもウォーリアじゃねえな、ウォーリアか、サブキャラ送るサブキャラがウォーリアだった場合、その2体目のウォーリアの方は追加戦闘力っていうのを獲得できませんよっていうものになると。だから
即かぶりじゃない方がいいっていうことですね。次、古代遺跡に AI マッチングシステムを追加いたしましたって書いてありますけど、まあ、マッチングが早くなりますって、それだけですね。多分それだけ、それだけ。まあ、便利だったんでいいかなっていうふうに思います。で、あとは、もうこれは、課金関連と追加変更コンテンツになるんですけども、そうだなぁ。パールショップからじゃあ見ていきましょうか。パールショップですけども、まあ、いろいろ見ますと。追加されているのは、例えばタリシの新商品、コクロが出るようになってますよとか、あとはリトさんパッケージとか、ゴールデンウィーク限定パックボックスとか、まあいろいろあるんですけど、めちゃめちゃ熱いのがこれ、協力ポイント商品。協力ポイントで毎日この商品を1個ずつ買えますよっていうものなんで、これいつまでか分かんないですけど、まあ、期間中はもうずっと買ってるって感じになるんですよね。めちゃめちゃ得。これはマジ即買いで、課金じゃないっすよ、そもそもこれ課金じゃねえし。で、あとレベル達成リトル様な、これもマジで、いや買ってもいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ課金する人は買いますよ、これは得なんで。で、あとはこっちになるんですよ、イベントの方になるんですけど、イベントの方で買えるものになるんですけど、これリトル様な出席簿ってやつなんですけど、これ980パールで得られるもんがやべえんすよ。やべえ。オーラ30個、領地プラスセントプラス141個ずつ、ペットなんかよくわかんないの、武器衣装箱、普通の衣装箱、馬の衣装、水晶、もうやべえんで、これはガチ買いでしょ。これがもう余裕で買い、これ多分余裕で買いだと思いますね。圧倒的に得で、まあ特別出席簿っていうか出席しなきゃいけないもんなんで、まあ普通に毎日ログインしてる人方向けかなっていうふうには思うんですけど、これはめちゃめちゃ得だと思います。で、まああとは新しい衣装追加されましたよっていう感じで、いろいろかっこいいって出てるんで、気になる方はチェック。まあ、リト様の衣装とかいいですね。あとはウィッチ、まあ、ウィッチは好み分かれるかまあこの辺はチェック、この辺はチェックですね。はい。で、最後、変更追加コンテンツ、これめちゃめちゃあった、いろいろありましたので、まあ見ていきましょう。まずはこれ、サイレントでこれ来るかと思うんですけど、シャカトゥー商店での神話トークの装備の出現確率が上昇、神話が出やすくなります。やべえじゃん。で、次、これね、闘技場、自分のキャラクターの攻撃力と防御力の差が700以上ある場合、闘技場へ入場できないように変更いたしましたと。うん、まあ、これって韓国版ですでに来てたアップデート内容をそのまま持ってきたっていう、あの仕様変更になるので、ぶっちゃけ日本版で防具外しても700下がらないんですよね。だから意味ないんですよ、意味ないなぜこの数値を400とか300とか、そう、日本の現在の戦闘力の仕様にしなかったか、それはパールアベスさんにお問い合わせくださいということで、次、この辺はまあ別に大したもんねえかなっていうふうに思うんですけど、これですね、システムのキャラクター削除期間、キャラクター削除期間を7日が3日に変更しましたと。だからもうサブキャラの周回ウホホって感じですね。3日でいけますという感じになります。で、まあこの辺の改善コンテンツとかはまああんまりいいかなという感じだったので、ここは見ないでいきます。ないでいきます。で、キャラクターですね、ここ、まあ大差はないとは思うんですけど、レンジャーとウィッチ、風に乗る羽とメテオストライク、この2つのスキルが、攻撃対象がスキルの射程距離より遠くに位置している場合、自分のキャラクターが射程距離まで移動してスキルを発動させるようになりました。まあ、だから
何かって言われると、まあ、別にそんなことないですけど、メテオストライクの場合もしかしたらちょっと移動できるっていうのは、いい感じに働くかもしれないですね。いい感じに働く。ただ、まあ、風に乗る羽っていうのはそもそもコンボに組み込んでいるので、まあ、これも、まあ、メテオもぶっちゃけコンボに組み込めるんで、あんまし影響はないかも、ここは。で、次。ブレイダーのスキル、月影山で当たるダメージを調整いたしました。PVE と PVP 変わってるんですけど、まあ、PVE はただただ強くなったっていうものになります。で、PVP 見てほしいんですけど、変更前が 316% から、505。変更後が260から520。最大値は増えているんですけど、最低値がめちゃめちゃ減ってるんですよね。めちゃめちゃ減ってる。なので、おそらくなんですけど、確認まだできてないんですけど、大半のユーザーっていうのが、スキルの倍率下がったか、もしくはそのままか、多分下がってると思うんですけどっていう感じになるので、うん、まあ一概に強化とは言えないよっていうことですね、という感じで。あとはどこに書いてあったっけな、ちょっとどこに書いてあったか忘れちゃったんですけども、闇の精霊からの依頼更新費用割引イベントが終了いたしましたんで、今まで30パールで更新できていたのが60パールになりましたということです。あとはイベント、まあこんなイベントがあるんですけども、個人的に熱いイベントっていうのが、まあ、パズルだったりフェストだったり出席簿だったり、まあ、いろいろめちゃくちゃあるんですけど、パズル熱そうですね。これパズル熱そう。パズルっていうのは、まあ1個開けてみますか。こういう感じでペッて開けて、で開けるとなんかアイテムもらえるんですよ。で、この開けたアイテムの中で当たりが出ると、例えば伝説神話アクセ箱が出たり、神話を獲得できるかもしれないアクセ箱が出たり、4世代ペット箱とかが出たり、やべえものになるんで、これは熱いですね。で、これはパールを使って開けることもできるので、ワンチャン課金しまくる人はウェイってできるかも。ただ効率いいかっていうのは微妙に、まあでも新マークスでゲットできる可能性があるってだけでも結構やる人はいると思うんですけど。で、あとはゴールデンウィーク、熱いイベントありますよって。こっちも、ホットタイムですね。ホットタイムとか、まあ、いろいろありますよと。あとは、ペット。ログインしてれば、ペットもらえちゃいますよっていうものになるんで、はい。というものになりますと。で、最後に、まあ、メンテナンス、今回、来るのが遅かったんですよ。遅かったので、お詫びでいいのいいのそんなに謝るかってぐらいなんかいろいろ来てるんで、まあ、メールの方をぜひチェックしてみてください。よろしくお願いしますと。はい、という感じで、まあ、今回アップデート内容めちゃめちゃ長かったですけども、まあ、盛りだくさんの内容になってて、イベントも熱いリト様も来たっていうことなので、まあいろいろチェックしてみてください。詳細の方はぜひチェックで、はい、お願いします。ということで動画終わらせていただきます。この動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。で、毎日、お昼と夜 YouTube ライブの方で配信しておりますので、遊びに来てください。お昼は12時、夜は9時から12時ぐらいまで配信していますという感じなのでお願いします。で、動画投稿の方なんですけども、毎日、20時頃を目安に投稿していますので、ぜひそちらの方もチェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。